はい、みんな聞いてください。傀儡同士の通話ありです。はい、で、他の、石炭とか 1.2 倍です。全部寒さとか敵、はい、動物の攻撃力 1.2 倍系です。マジか、やばい。はい、やります。はい、ということで、まあ、本日はですね、暇人さん以外全員がトロールをするドレッドハンガーをやっていきたいと思います。暇人さんだけが、真面目にドレッドハンガーをやるというような企画になっており、あ、全部 1.2 倍でしょ、いけるじゃん。うん、ちょっと打つわしょ。はい、リピートアトミーやれるもんなら、あ、やってみあ、なんか一応ね、今日はドルピーとカッチャンがいます。それ以外の人たちはこちらです。ウマヅラ、インキャ、ディービ、トーマス、暇人です。名前呼べよ。はい、おはよう。まあね、よろしくお願いしまーす。この2人がメインみたいなもんだから死なないでね。お願いします。本当に任せてください。え、なんで毎回コック誰、あ、コック、ウマヅラ君か。じゃあ大丈夫か。ああ大丈夫だよ。今日は正直、まあ、漁師なんて最悪いなくてもどうにかなるから。いなくてもいたら強いけどね、当然。あれ、マップどこだっけ。山頂。ああ、じゃあ真ん中やりますよ俺。あの、最初に通話つなぐ時間があるので止まっててくださいね。あ、そうだったそうだった。ちょっと待って、俺おしゃべりに夢中になってカードつけ忘れてた。はい、というわけで、ここから30秒あげますので通話をつないでください。頑張ろうか。うん。え、これさ、トロールってどうしたらいいの？どうしよっかね。トロールってどうしたらいいんだ？まあ、最初は普通に傀儡やる感じでいいんじゃないかな。わかった。はい、ということでやっていきましょう。インキャ先生、あの、カッチャン一発撃ってくんね。まだ、まだ、俺先発するわ。動いてた。動くな、じゃあ。我慢できない。あの、カッチャンについては撃つのを許します。カッチャン殺します。殺します。コード出ました、2-4です。2-4じゃあ見つけたー。はい、あ、俺撃つか、俺撃つか。あ、いよいよ撃ってこい、撃ってこい、かかってこい、かかってこい、かかってこいよ。半分いってないよ。あー、もう俺見ただけどこ入ってたけどな。もう、もう分かった。マヅラ君、あっ、おいおい、待って、俺もう左行くわ。カエがいた、カエが出てきた。おいおい、待って、おい、じゃあ、すいません、本当にすいませんでした。な、もう動かねえよな、次からな。おい、動かないよな。そいつはマジで、なんか、やってくださいって。いや、でも一発、いや、もう一発、ゴミだ。ディーディーめちゃくちゃ殴ってくるよ。いや、お前が動いてたのが悪い。やばい、すっげえ。こいつと一緒の船やなんだけど。キモすぎる。やっぱマジで、やばい、マジでやばい、殺せ、こいつ。やめて。注射さってトーマス君、トーマス君注射。いや、起こす。ないよ。トーマス君の注射欲しい。じゃないよ。全部船に置いてきたよ。もうやめろよ。全部船に置いてきたって。行きまーす。マジで。船行ったら。あれで起こすんや、これ。持ってけんかい、早よ。せーの、起こせ。もう死ぬってマジで。ほんまにやばい。もう。ねえ、狼の方行ってるって。あれは。ちなみにこの前にも狼いるからね。狼で違うから。もうやばい、餌にされた、もう死んだし、ゴミだ。そうだ、ほんま。待て。あ、まずい。あ、まずい、これ。これまずい。はめてる、ベノムさん、はめてる、俺。ほう、
ミスったこの度は誠に、あ、ソーリー待って、言うてる場合ちゃうわ。えやばい、こっち来た。やばいって、マジかっちゃん、やばい。クマ来てる、クマ来てる、クマ来てる。やばい、氷はやばいって、あいつ。え、何が起きたの、何が起きたの。クラッチャーがミスってんだって。やばい、クマ来とる、クマ来とる、クマ来とる。カッチャーが、普通にカッチャーが、カッチャー死んだ。ノー。おお、逃げた。馬皿は3人目だよ。インゲ先生がわざとやったけど、インゲさんも人狼でしょこれ。そう、助けた。違う違う、俺も死んだ、俺も死んだ。何やってんだこれ。俺がクマ呼んだら、インキャで、インキャさんにターゲティングされてる。それはお前のミスだよ。もうやばいやばいやばい。クマ目の前まで来てる、クマ目の前まで来てる。風船2つ持って帰ってきたから、これで進めよう。違うね、俺マジ人狼じゃないのにな。船進めて、これ。俺も人狼じゃねえよ。ここに罠置いてっぱな。クマ戻った、クマ戻った。ありがとう。で、左が、左全然進んでない、物事が何も進んでない。だよね、左側の石炭眠ってるよね。マジ、勝っちゃう、あいつ多分ね、黒じゃない気がするけど、普通にあいつ村でも最悪なことでやってる。え、ディディ、それ大丈夫？目の前クマいない？え、いるよ、ちょっと、全然気づかなかった。いるよ、ディディ、クマ。え、なんだ、気づかないの？あれ、やれんじゃね、あれ。クマ倒してない。え、何発当てた、あれ。クマは、普通に失敗した。え、あれ、何発当てたの、勝っちゃう。一発も当たってないよ。やばい、無理じゃないじゃん。これ右か、右屋さんに2人やるよ。俺、せっかん、右の、あれ、もう、やっぱ信じに行くしかねえ。もうちょっと、てか、寒さ 1.2 倍だからやばいよ、てか。いや、もう、いや、木が全てあっちに暖炉だったまろ。あ、俺はランタンあるからいいけどね。あ、ランタンあんのかよ。俺にも分けてくれよ。でも、普通に多分、もう DD が来ると、もういろいろ信じていくしかない。確かに。DD 黒信じてる。え、待って、ランタンやってても2段階下がる、終わったこれ。ああ、ゴッグ取ってる。どうじゃんそれ。あ、はい、はい、はい、もらって。ないんだけど。ガチ、戻った、戻ってる。え、ガチ殺そうぜ。ガチ行きましょう、ガチ行きましょう、ガチ。でも殺そうぜ、これ。ガチ。え、逆に銃取っといて。普通に出した方がいい、それ。普通にさ、だってさ、人殺してる陰キャの方がさ、黒いじゃん、明らかに。え、なんじゃ、え、なんその、え、でも俺は自分が市民だって分かってるから、自分以外の人間に銃渡せないんだよ。そう。確かに。俺は白って分かってるから、陰キャが黒の可能性も増えてる。でも、イギリス海兵はもともと銃持ちなんだから、それ諦めるしかない。いや、関係ない。あ、お茶ある。その銃を使って村人を殺したんだから、それはもう撤収されるべきだよ。ルールを守らずに権利を主張してもね、何も得られないんだよ。なんかここメスが引かれてますけど。やばい。陰キャ人狼。なんか陰キャが攻撃してくる。やばい。陰キャ人狼。陰キャが攻撃してくる。船、5本で。陰キャ人狼。助けて、マジ、殺される。そいつ銃取った、そいつ銃取った。いや、暇人はさ、白だよね、さすがにこれ。え、もう開けてるからな、鍵。マジいる？痛い、マジでやばい、陰キャ。ねえ。中回線。よし、これで陰キャに銃。あー、もうやばい、捨てられる。これ、助けて。え、まず殺された。はぁ？リカクマ？ちょっと、アイスで見せて、DD、望遠鏡出た。見てほしい。うん、箱中。あ、オッケー。てか、持ってきな。あれ、持ってくってか、隠して。パクス。レベリング行くよ。うん、まあ、バックパック作ってる。DD 目線は、まあ安心できるし、いけるよ。あ、これ望遠鏡あの出てるのに殺さないの、まあ、あれだけど。あ、もうここ漁られてるやん、石炭。最悪やん。狼死んでる。とても立ってんじゃん。とても壊しい。
うわ、右奥も石炭さられてんじゃねえ、これじゃあ。あ、ほんと、なんもないわ。よし、もう急ごう、急ごう、急いでおく。チュー飲む。お前、人狼だろ。見てください。普通に、まあ、馬ずらぎで人狼一人削れてるから。馬ずらぎ、人狼ね。え、でしょ？そう思うでしょ？そう思う、そう思ってきたな。そうかもしれない。だって自由捨てんのもう普通に人狼でしょ、だって。持たれたからとって自由を拾って捨てるのは、人狼か。キラが市民陣営の力削ぎに来てたと思うんだよな、あれ。いや、いやー、毒だ！助けてー！毒入ってまーす！船の方ー！どこ入って、どこ入って、どこ入ってる。あ、まずい、おった。どこ入ってる。なんで。いや、あの、あれっす。俺、あの、あれかも。あの、お茶飲んじゃった、あの。余ってる。コンロに余ってる、お茶飲んじゃった。まずい。どこ入って、それ。え、これまずい。これ。死んでる。え、死んでます、俺。あるからいいけど、待って、解毒頑張るか。え、いきません。ちょっと待ってね、探してくる。頑張って耐えてて。とりあえず、人肉シチューは作る。いやー、これまずいよ。人肉シチューか。オッケー。もうね、無理。コック死んでるから。あー、そうなんだ。え、コック死んでんの？マジで。何やってんだよー。いや、別に本当に死んじゃう、俺。迷惑よな。え、コックなんで死んだ？コックなんで死んだ？わかんない。コックはなんかね、インキャ転生にやられた。え？今いるくない？うわぁ！うわぁ！やばい！インキャさんいる！インキャさんいる！船インキャさんいる！カバー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 、船消せいる、消せいる、消せる。あ、終わった。あ、かっちゃん治った？かっちゃんいる？あ、いたよ。はい、まだ生きてた。オッケー、間に合え。かっちゃん、あ、かっちゃんはもう肉塊に。くさ、解毒持ってきたのに。あの子一回死んでたっけ？一回死んでるわ。最初のクマで死んでたわ。まあそういう日もあるか。まさかあれ飲む人いると思わなかったな。誰？陰キャ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 が馬沢殺した。あとはかっちゃんはなんか毒で死んだ。嘘でしょ。なんか余ってた陰キャ転生の相方いないの？いやー、でもドルピンがいないからドルピンが離脱してんじゃない。あー、それもある。あー、でもこれじゃできない。これ、これ無理。これ無理無理無理か。誰だ今。ひまりさん駆け上行ってる。あー、じゃあこれ渡してこい。じゃあ頼んでください。はい、うん、あとはエンジ。はい。え、エンジ？うん。了解。インカさんは？ちょっとエンジ。はい。あ、ちなみにあのひまじさん望遠鏡出たんで隠しろです。ウマヅラと、うん、カツヤこの世にいないから。よし、どうしようかな。本当にもうお腹無理だなって思った時はもう地に食おう。何パーセントあっこで食えるか。耐えられもどうせ言われるから今食っとけば耐えれるか。いざって時よりもやいくか。あんま地に食いたくないんだけどな。船進む2日目終わってこれ、ま、終わりじゃね。やばいな、これ戦争だな。かなり厳しいな。あ、誰か帰ってきた。俺が帰ってきた。あ、帰る、帰る。インキャさんも帰ってきた。インキャさん黒じゃないの？あれベロもインキャ転生殺した。あ、ナイス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 。もう格殺入れちゃうね。いるわ。殺さないで。今井さんどこに？今井さん今崖上いない？マジ？どこだよ？崖上、崖上、狼崖上。はぁ、あ、攻略してんの？うん、 1.2 倍で考えてる。ひっきり作って遊んでるわ。沈むぞ。火薬だるいっぱい持ってきた。仕掛けていい？オッケー。いいよー。
火薬20個あるしな。とりあえず爆発に巻き込まれないようにしないと。一瞬めっちゃ消えてるなこれ。あ、待って、俺ダウンしちゃったんだけど。どこ？ここ。あ、ごめん、ありがとう。どこ行ったか忘れた。いや、まず4つ、あと1個ある。あ、あ、待って、俺死んちゃった。ちょっと待って。誰が来た？えぐい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 、バカが。あ、俺これ、ダメ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 、ここ来たら終わる終わる終わる。え、なんか、え、あ、下に下ろしたのね。そう、先下降りて。えへへへ、おい、斧で。後ろだからさ。待って、斧で、斧で殺しとこう。やばい、やばい、落下した。いって、死ぬ。あ、ごめん、やばい、助けて。待って待って待って、やばい。ナイスナイス、ごめん。ありがとう。なんかまた誰か死んだな。ウマヅラハギが死んで、カッチャンも一応死んでたらしい。ワン、なんか、西取られてるかも、もしかしたら、今回に。いや、取られてるでしょ、インキャラ転生結構黒いっぽいから気をつけて。え、船無理じゃん、こんな。船、火薬も入れられてた。終わりやんけ、こんなの。え、俺のこの一生懸命の努力無駄、もしかして。え、で、まあ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 。まだここからあるかもしれん。ここからあるかもしれん。うん、まだある。ある、ある、ある、ある。いけるよ。あと、ありがとう。船、ボロボロで笑った。シチューとかいっぱいあるから早く全部入れちゃうか。もうトルピン、船ボロボロだ。はい、扉の中に入れといたよ。うん、これも火薬20個ある。30個。えぐい。木ないかな。木、木あるよ。え、これ着火して、束縛だよね、はい、確か多分束縛だよ。着火して、船えぐ。30個も入ってるの初めて言った。確かなんか穴って20個までしか開かないんだっけ。うん、最大20個かな。あ、リキャテンセル、リキャテンセル、やばい、死ぬ。了解、行きます。投げていい、投げていい、投げていい。武器とか石投げていい。はぁ、あ、タスクナイス。サーベル取られる。なんで聞いとっちゃうの。はぁ、あいつ見聞色覇気持ってんだよ。ユーラルキないんじゃねえわ、兄ちゃん。ない。いや、かっちゃんマジでやばいやばい。これもう陰キャさん殺すぐらいしかない。俺らでできる。あった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 。ナイスナイスナイス。マジでよ、マジでよ、勝てねえよこんなの。あの、ひまりさん、ひまりさん、はい、あの、船のさ、上のやつ見てみ。いや、もうやばいやばい。ちょ、スクラップないこいつ。持ってねえわ、終わったわ。ちょ、待って、ちょ、なんかスクラップ持って帰るわ、俺。スクラップ持って帰る。よいしょ。どないして勝つのこれ。スクラップしかも1個しか出へんねんけど、終わった。いや、インケさんはこれで西だけど、西なんだけど。え、何このゲーム。俺は何のゲームやってんだ一体。ドレッドハンガーっていうゲームです。右行くとオオカミいます。え、ちょ、これで俺一回帰るわ。できることないから一旦帰るな。これでオッケーオッケーオッケー、俺も帰るわ。パラヘリエッグ、どうせ死体あるだろね、中に。で、人狼もいるから勝たないとダメなんだよ。あ、これごめん、寒さ無理だ、俺。ごめん、寒さ無理、寒さ無理。一旦帰るか。オッケー、帰って、船直しちゃって。あ、俺直せる？直せないわな。了解、行くわ行くわ。多分人狼いるんだよ。あったかさを飯回復したら俺速攻に帰るわ。オッケーオッケー、先行っとくわ。戦ってくる。あざっす。船取り返していこう、船取り返していこう、船取り返していこう。ん？俺？船取り返していこう。取られてた。おい、暇人さんとかみんな何してんの？やばい、俺ダウンする。え、ベルも何してこれ。俺は今船直してんだよ。あ、無理だこれ、届かねえよ。無理だ、終わったわ。本当に無理だ。あ、やばい、ごめん、ダウンした。人気は天性にしね。え、俺船の中でダウンした。暇人くんは？暇人さん今配線いる。やばい、俺死ぬ。いやー、もうこれ治んないって。え、誰が人狼なの？陰キャさんが殺したよ。陰キャがウマヅラと、あとなんだっけ、カッチャン殺して西取ってる。ははっ。待って、俺も死ぬ。俺も死ぬ。いや、俺も死ぬ。船爆破したのドロピンだと思う、多分。え、ドロピン今船痛くね。待って、出れる人いる？これ誰？はいはいはい。あー、ごめん、俺死ぬ。多少の修理素材はある。あ、俺も修理素材ある。近くに死体から。あ、待って、ま、ごめん、待って、キャンセルしてもだ。ソーリー。急げ急げ。
あ、俺死ぬわ俺。いや、これラスト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 そっか、寒さで死ぬのか。そう、寒さで死んじゃった。いや、きつすぎー。いや、陰キャさん西してるよ。ドロピンでしょ、多分陰キャ大丈夫。ドロピン1回死んでるから。はい、石炭9個持って帰ってきたよ。ナイス。鍵ない、もう初動で。シチューはできてる、シチューはできてる。あさ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 あ、船あったまったら、じゃあ進めてもらっちゃってもいい。運転できる、運転できる、運転できる。あ、じゃあもう石炭だること燃やしちゃうよ、もう。火薬って入ってる？わからん。まあ、もうやるしかないか。体一回あったからワンチャン入ってる。多分入ってない。多分一回ぐらいは待って、普通に人狼やん、これ船長。俺さすがに GC じゃないか。でも GC？ 無理だ、俺は。バグダンダル、爆発に巻き込まれて死んでたっぽいから。あ、入ってないんじゃないか。ドロビール、ドロビール。あ、揺れる聞いた、揺れる聞いた。ごめん、多分火薬入ってる。解毒と注射、あれ船長室前置いとくね。ベノムさんにもう石炭まとめて足元に置いとくわ。あー、了解了解了解。いや、もうこれもうクマ、今から行かない、今から行ってももうなんかあれじゃねえか。やばいな、てかマジカッチャン村なの、やべえ。やばい、え、普通に激重。なんかこんな辛いドルハンやったことないの。いや、相当重い、相当重いよ。どうやってかけばいいこれ。もうやばい。ディズニーランドのどのアトラクションよりもスリルあるわ、俺マジで。いや、スリルとかじゃないよ、これもう絶望なのよね。レベル1、レベル1ね。あ、俺だ。船帰る、船、一回船帰る。多分、左の渓谷かな。渓谷にいるな、これ。じゃなさそう。俺。あ、暇人か。オッケー。飯だけ回復したら左行ってきまーす。あ、飯できてる。あ、飯あんのか。あ、人肉ありがてー。いや、もうね、初日から人肉なのよ。馬面が死んだせいで。馬面普通にヤバくない？普通に陰キャ人生やられてるか。なんかやられてるってなんでやり返してるの？カッタンもなんかちょっと吐いたとか言ってる。うん？おるやろ、どうせドロピンこっちに。あ、いい育ちやってらっしゃいますわ。インゲさん生きてんの？インゲさん人狼じゃない？待って、インゲさん人狼じゃない？いいな、これレディーじゃん。待って、インゲさん人狼じゃないっていう衝撃の事実。え、ちょっと待って、本当に来るかも。二人狼生きてんの？ちょっと待って、嘘でしょ。え、二人狼生きてんのマジ？え、ちょっと待って、え、陰キャさんは何だって。大丈夫か？ちょ、暇人、暇人。あ、まあ、くそ、切った切った切った。え、待って、二人狼生きてますこれまだ。え、陰キャさんが人狼じゃなかったっていう事実言っていい？何え、これ、ホラー映画なんだけど。え、ちょっと待って、あ、えぐい。トーマスくん、ごめん、俺落下死した。ごめん。何してんだよ。めっちゃトロールしてた。まあまあ、大丈夫大丈夫。死んだ。ディディ？はい。あ、じゃあ、オッケー、やる？うん。え、どっちの牢屋におる？お前。どっちの牢屋ってね。今、俺一番。一番は船が先頭から見て、どっちだな？先頭から右かな、多分。あー、違うわ。衝撃の事実言っていい？陰家さん人狼じゃない。は？え、なんで？傀儡、今、傀儡攻撃2回撃たれた。短時間に。確かに。え、じゃああいつ何なの？トーマス君がおそらく人狼。で、陰家さんは人狼じゃない。めちゃくちゃホラーじゃない？で、陰家さんがあの時幽霊歩きで逃げなかった理由はそういうこと。
え、最初何で殴ってきたの？いや、マジで。え、これ、D で陰キャ殺したんだよね。え、殺したから、え、だから陰キャさんは人狼じゃなくて、普通に市民で、おそらくトーマス君が人狼。キモすぎ。じゃあ、あいつは何ちゃった？え、市民二人殺したってこと？え、そういうことなの。本当にホラー映画よりも怖いかもしんない。大すぎるってマジで。いや、あの、普通に、そう、俺ディーディーの牢屋確認しに来て、あ、が、あれ、マジだ。ディーディー、トマス君、あんたが人狼なんだろ？マジ、怖すぎこれゲーム。おい、ホラーじゃねえかよ。ちょっと待ってくれ。陰キャさんが幽霊歩きに逃げなかった理由分かったわ。無理だわ、これ無理、無理、無理、無理でしょ、無理、もう本当に無理だ。見てて思うけど、無理だな。あいつ普通にナンパせんのって全力で逃げて俺らにいやパシパシ言ってきたからどんなホラー映画よりも怖いかもしんねえ。あの、傀儡が2回目撃たれた瞬間、マジで違和感覚えてもう、3本経ったかって思って、いや、ちげえってことは、陰キャさんが人狼じゃないんだって怖すぎる。世界の真実を知っちゃった。怖すぎる、もう無理だよ。ここ最近のドレハンで一番怖かった。これ回したの。そしたらスカチャーンって思いっきり。何してんの？ねえ。あいつ村ま？あいつ村ま。導き出される状況からもうどう考えてもトーマス君なんだよ人狼は。いやまあ、かっちゃんが毒で死んだからまあ全然ありえるよ。でも、毒になった時って殺したの陰キャ転生なんだよ。鍵箱から毒出たから、なんかシチューに置いてどっか適当に置いとこうと思ったら、なんか勝手に飲んで死んでったの、かっちゃん。誰もあれ飲まない毒になったっていうかっちゃんを陰キャ転生が格殺を入れてる。ヒロやん。で、馬面を起こして、馬面が銃奪ったからみたいな理由で、馬面も格殺入れてる。いや、意味がわからん。勝てねえ、勝てねえ、こんな。なして勝つの？不可能です、このルールにおいては。もう無理だ。だってさ、初日に村2人いないんだよ。いや、村、陰キャ転生含めたら村3人いないんだよ。ちなみにドルフィンも死んでます。あー。最初火薬ダルに死んで、2回目になんか、さっき、落下死したわけで。初日から俺ら3対3やらされてんだよ。そういうこと。いや俺さすがに俺 D に来るじゃないかなってめちゃくちゃ疑ってたからな。俺向こう石炭取りに行ってる時とか。え、でもなんか DD は暇人が望遠鏡出たみたいな話してるから、あ、多分ここは白いんじゃないかな。っていうか陰キャ暴れてないんですよ。はっちゃん最初のクマ見つけたから。いや、あれだから素でしょ。そう、毒も素で死んでるから。もういや、もうガイやもうやばい、震えが止まんねえよ。いや、寒い、もう怖すぎる。え、これカッチャン抱えて順調、このドレッドハンが勝てんのかな。無理じゃない、はい、無理じゃない。ドレハンマジックやばい。いや、死ぬしかないな。同じだ、同じだ。ほら、行きます。無理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 です。無理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 。なんかもうマジ？お前よ。お前だよ。陰キャ転生のトロール云々の前にお前よ。マジか。いや無理だなこれ。だってさ、開始3分で死んでるやついる。4分4分、5分弱いとかじゃない、これ別に人狼頑張ってない。俺もトロールしたけど勝っちゃった。イギリス海兵マイナス2300なんだけど。だって俺この試合俺ゲーム時間3分だよ。やばすぎ。弱い3分しかやってない俺。マジでびっくり。船長 S 船進めてる、わかる。で、牧師 A 頑張ったな。DDDF俺は仕方ないだろ、不可抗力すぎるわ。俺もだって壊れたから。カッチャンも相当やばい。私入れてもらったから入ってない。はい、切り替え、切り替えていくよ。まあ次は真ん中のクマいないから。え、マジお前脳みそ取り替えろマジで。切り替えていくよ。お前あれだよ、なんかあの、はい、未熟児の頃に事故にあって脳みその成長止まってるわ、どう考えても。はい、聞こえないよ。はい、切り替えていくよ。
かっちゃん弱い。あーです。かっちゃんのこと親も見つかってほしいと思ってたよ。てかお前最初動くなよかっちゃん。お前あ、ね、動くなマジで。はい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 、うん、そう。我慢できないんだよね。ダメよ、動かないと。あの陰キャ先生正面だから動いたら撃っていいよ。やばい。陰キャさん、あとちゃんと白い行動して。白ならびっくりした。俺いや普通に終わる。いや悪いじゃん。負けしたんだけど。俺のフルハウスだったのに。俺の勝ち。マジか。弱い。はい。というわけで、ここから30秒通話をつなぐタイムです。よろしくお願いします。マジで動かないわ俺。書店に離脱行こうぜ。片方の方全力で潰そう。人数多い方快楽攻撃って。ハイスタートです。いや1個入れた、1個入れた。命かけの1個だぞ。豚入れるよ。無理、進めろよ。豚入れるよ。石炭ある、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 石炭ある。バカ。ガチャ。よっしゃ。ダボ。ガチャ。おい。ガチャ。ではちなみに多分2個ぐらい入ってないよこれ。死んでます。死んでます。俺が救ってやる、ガチャ。ありがとうございます。入れたよ。もう刺してあげる。殴り。これすごい。ああでかい。ハムまで削るよ。おいおい、もういい、もういい。お、まあまあまだじゃん、まだじゃん。いやもういい、もういい、もういい、もういい。左行くか、まあ、左行くか、左行くか、右行くか、右行くか。で、夕方ぐらいに一気に、一気に。俺左行くよ。夕方ぐらいからじゃあショップ行きましょうか。それまでに装備固めとこう。痛い。あ、やんだな。誰だ、今投げてきたやつ。俺、ちゃんとロックオンするからね。はい、公開し、了解。公開し、了解。じゃあ、インキャさん、撃って。あ、こいつ撃ってんだったわ。しょうもない。何してんねん、こいつ。誰に撃ってんねん。ここにも。あかんわ。ちょ、マジだ、やばいじゃないマジだ、はい当たらない。あれ、下手もっと当てに来いよ、当てに来いよ。当てれないじゃん、普通に。はい、来いよ。来いよ。ほら、あ、当てれない。大丈夫？はい、ちゃんと当てる気ある？はい、あ、当てれない。全部当たらない。あ、弱い。あ、よいしょー。大丈夫。当てる気ある。よいしょ。マジ助けてちょ、目玉さん、早く来てほしい。はい、3、2、1。はい、はい。待って。じゃ、インキャさんを救え。バカで、あ、救うな。絶対救うな。リリリ。いや、バカもう、ちょ、助けてー。マツさん、早くヘルプ。待って、暇人次郎。オッケー。お前さん今どこにいるの？え、馬ずれ回線落ちしたでいいよ。何？回線落ちで抜けろ、お前一回。落ちたから直して。だからドルピンを襲いに行くからさ、みんな助けに行こうって。え、でもあれじゃない？暇人さん人狼だとなんか微妙じゃない？微妙かな。どうだろう。これ暇人さんに銃持って殺さに行くわ。何しに来た？お前傀儡だろ。何？なんて？ない、一個もない。鉛しか出なかった。え、鉛2個だよ、本当に。嘘ついたことないわ。魔人くん傀儡だ、これ。初日右洞窟ついてくるやつ傀儡って習いました。マジで傀儡だこれ。マジで傀儡だ。行かないで石炭俺取るから行かないでいいよ。スクラップ1個あげるから1個あげる。スクラップ1個あげる。なんで行くなあ。ねえ、暇人くん傀儡でしょうね。それ暇人くん傀儡だよね。暇人くん傀儡でしょ。なんで来るの？だってこっちの奥まで来るのおかしいでしょ。おかしいだろ。なんでこっちの奥までついてくるの？おかしい。暇人くん傀儡だ。暇人くん傀儡。絶対傀儡。暇人くん傀儡だよ。こんな
なん絶対暇人くん帰らんよ。こんなん絶対暇人くん帰らんよ。おかしいもんだって。なんでついてくるの？暇人くん帰らんや。暇人くん帰らんや、どう考えても。これが海兵の辛さね。ドルピン人狼、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 これ絶対人狼。いい、俺連れて帰ってみんなに聞くもんだって。普通に骨あたりに来てさ、スクラップちょうだいって全部スクラップ隠してる人がやばいな。いやいや、ついてくる人怪しいじゃん。じゃあじゃあ、でも普通にスクラップ漁って斧作ったらそこ引くのに。でも奥まで行くなんておかしいよ。でもスクラップがねえとか言うからだろ、お前スクラップ隠して。なんて言ってるかわかんない。だって真ん中狼島とかで漁ればいいですけど。骨漁ってついでにあの一番近いのが右なんですよ。だってだってだって。じゃあ手前のスクラップ全部俺に渡してくれたら俺速攻引いてたのに。ここでしかもダウン取って今もう普通に死にそうだから普通にドルピン人狼だよこれ。なんで左側にも骨あるんですか。ドルピン人狼でーす。違います。ドルピンガチ人狼マジ人狼マジ人狼。違います。右側にいるって向かってる途中で狼からまた負けた。なんか暇人くんがなんか殴ってきた。みんないる？ドルピン人狼、ドルピン人狼、普通にダンスさせられた。違う、普通にドルピン人狼、ドルピン人狼、ドルピン人狼、あのマジで普通にいきなり殴ってきた。じゃあ普通にだからスクラップで斧作らせてって。え、これで？これで船に運ばないの？普通に人狼だって。え、ちょ、やばい。ちょ、だるいって、インキャさんも。ちょ、インキャさんとドルピン、これガチ人狼ってさ、ある。ちょ、マジで死ぬから、インキャさん、マジで死ぬ。ちょマジで死ぬ、これ俺の手持ち全部奪われる、これちょ俺の手持ち持ってかれる、ちょマジでインキさんマジいらん、ほんまに。え、これガチで死ぬ。何してるの、これ何だったの。え、普通にだからドルピンが失敗できた、俺斧作りたいからスクラップちょうだいって言ったら全部隠して持って逃げてきて。やべ、オカミ。あ、ちょインキャとドルピン人狼、インキャとドルピン人狼。あ、ちょ、クラッシュ起こってさよなら。待って待って、インキャとドルピン人狼。オッケー、待って、あーもうしょうもないって。ガチ倒せちゃう、ガチ倒せちゃう、助けてください。ソニーさん死んじゃった。助けてください、僕を助けてください、ありがとうございます。え、俺普通にこのまましてでもいいよ。あ、いや、あげます、絶対あげます、絶対あげるんで、絶対あげるんで。うわぁ、待って、絶対あげるんで、絶対あげるんで、一回起こしてください。ガム、ゴ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 ム、一回、一回、ちょっと、マサさん、普通にワークベンチに先走りに行ってんのに、あの後ろからスパスパ切って、ひもじんくんが、ひもじんくんが、じゃあお前、いやいや、ガチな話、お前ここで石炭集めてないのか、その人狼だ。怪しいから来るな。じゃあ、じゃあ今なんで石炭集めてないの？なんか、じゃあドルピン、適当なこと言って、なんか奥までついてこようとして、ドルピン一回話聞いてゆっくり、ドルピンなんかじゃなくてさ、バカガキ、話聞け。あの船まで連れて帰ってきたら、ドルピン、インキャ先生くんに持ち去られた。俺やべえ、俺がさツール持ってないからひもじんさんにさに狼殺す。普通にインキャさんとドルピン人狼。ちょ、え、ここでさ、石炭もあさんない、こいつらマジで普通に黒だ。え、なんか、それで、ちょ、普通に鍵開けて。はよ、鍵探せや、バカガキ。マジで、え、びっくりなんだよ。で、インキャさんが多分俺の下漁って、砥石取ってるから。ひまりさん助けと思ったのに、死んじゃった、ひまりさん。ひまりさん、鍵持ってた？持ってこようか。すいません、ずらんじ。いや、あげる、あげるって。はいはいはい、落とした。めっちゃ攻め。落とした俺さ、俺さ、うん、初めてさ、このゲームモードのさ、あれやってるせいでさ、クソ寒いんだけど。いや、ちょっとバカ！助けてー！俺を置いてかないでくれー！やばい。俺を置いてかないでくれー！左かばして、もうざけんなよ！しょうもない！よいしょ、待った。マジお茶あげるよ。マジここにもう、トイシとかあった？残ってたやつは置いとくわ。マジお茶あげる。おい、なんかえぐいことなったっちょ。隣の牢屋に入れられたんだけど。何隣の牢屋入ったんだけど。何これ。どういうこと？殴れる。
あいよ、そこ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 。ってるそこ。待って、俺が死ぬんだよ。インターネット違う人殴ってる。俺が死ぬんだよ。俺が死ぬんだよ。インキャさんがあと取り取ってんだから、インキャさん殺した方がいい、一回。オッケーオッケーオッケー。待って、暇人これ。待って、返さないんだったら、これ普通に人狼だよ。取ってない、取ってないってか、いや、別に取ってない。全部アイテム置いてたよ。これどうしたらいいの、暇人。嘘つけ。いやいや、取られてる。うまいぞ、飯用意。取られてるってなんでわかんの？だって死体確認しないんだよ。お前が失敗したいんちゃうに。すいませーん。知らないよ。いや、てか俺、近接武器ないから、俺、近接武器持ってないから、突出つかないよ。インキャどいて、インキャどいて。どいて、ちょ、あ、もしもし、僕のこと開けてくれることってできますかね。ねえねえ、どこどこ。鍵ないって言ってんじゃん。これ殴れない、もしかして。死体どこ？あとインあれ2人ね、船の中に当たったくない？やばいことになってるよ。あちゃんあ、これ2人の場所を教えて普通に。あ、それそれそれ、ヤマさん、それそれそれ。あ、池さん、池さん死んだよ。あ、ヒリいや、インケ一死してるから。あ、池さんいや、無理、勝ちゃん、普通に普通に勝ちゃん、無理。いや、もうインケ先生殺してんでしょ、これ。え、インケ先生、これ黒なんでしょ。暇人間、俺死んだら待てよ。いや、ディディ開けて。あいつ死したのか。これ、誰で一死してる。かっちゃん開けるわ。じゃディディさん開けてください。こちらケース、こちらケース。じゃあ鍵を解放することを望む。私鍵解放することを望む。あちゃん集めろって。あちゃん、あっバカ。あっあっあっ、これデデデデですね。これデデコモン、ちょっとデデくる、デデくる、デデ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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1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 4、5、6、7、8、9、10、11、12、
あれ、うん、いやもうお前降ってこない、ま、前にダブル気をしてみて、こっちは下向けって、おい下向けって、真下向けよ、これ向いてるな、もうガス陰キャサのパンチや、これ十分、おい、あ、まだずっと下向いてるよ、何やってんの、これどう、ダメだわ、あ、今行ったあれ、はい、なんか行けたりする、まだやあ、来たわ、あと一発、あと一発、あ、やべ、やっべ、あ、俺も出ました、俺も出ました、あ、違う違う違う、拾えない、拾えない、いや、角度がある、角度がある、今一瞬光った、角度がある、あ、拾える、拾えた、拾えた、拾えた、おーい、バックバック、カチャン殺すわ、バック、待って、ほんとに無理、カチャンのゲームできないよ、あー、もうお前、ま、あ、はいはいはい、はい、ザコーツ、バカバカやらかしたな、お前マジ、斧投げ捨てやって、あ、待って多分逃げてる。殺して、あ、でも一致してんじゃない、ひまじん、ひまじん、ひまじん、鍵だけ一個渡しとくわ、え、飯ないのこれ、え、砥石を奪われてんだよね、砥石、多分、いや、それ誰かが拾った、誰かが拾った、絶対嘘、絶対嘘、100嘘、100嘘、お、できてる、できてる、できてる、いや、知らない、知らない、俺マジで、いや、ベノムさん、うまくない、マジで持ってない、マジで持ってない、いやうまくない、怪しくない、俺マジ持ってない、いやいや、DD に拘束されたじゃん、別に、まあ拘束してないよ、あ、いやいや、拘束されてたって、あ、殺すわ、うわ、まずやばいやばいやばい、まずやばいまずやばい、で普通に、いやでもおかしくない、遅くない、遅すぎる、いや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 、作ったじゃん、でもちゃんと、俺人道だったら作らずに離脱してるって、だからまずは黒だよこれ普通に、俺今体力ないから追わないけど、俺今飯作ったら追うわ、あ、いやいや進める進める、でもなんもない、ガッチャンのせいでなんもない、ガッチャン崖上登んなかった、なんかなぜかピケル作ってる、それでピケルよこせてたのにくれなかった、え、なんでインギャさん死んでんのこれ、いやこれ普通に俺がぶっ殺した。で、あの、インキさん2周、1周してると思ってなくて、俺びっくりして、鍵もらったから。お前、それ。一回隠しだよ、言って。お前、何やってんの、え、だって、インキャって隠しだから、砥石とかありえなくないお前、何言ってんの、え、お前、え、でも、聞いたから、1周してんの俺聞いてなかったもん、インキャさんが。え、言ってたやん、目の前でさっき。どういうこと、
え、てか、とりあえず、とりあえず。から石炭集めてこいって。捨てるよ、銃捨てるよ、見といて。え、あ、捨てんのそれ。捨てるでしょ。これ誰だって隠し見ないのか今。買っちゃう。石炭を集めてくれ。え、だ、いやさ、もう夜だから行けないよね。馬面だな、多分。馬面黒だよ、これ。離脱しちゃったの。馬面黒か。ヒマジンさんのせいでしょこれ。でもヒマジンさんが変なあのバグに入んなければこんなことなってなかった。これ一日マジで無駄にしてるか。そう、一日ヒマジンさんの救助使った俺ら。ない。大間君これに言ってる？は？あ、ヒマジン君に殺された。ヒマジン君に殺された。ヒマジン君に殺された。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 ヒマジン君の、ヒマジン君帰れ。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 うるせえ、マジで。なんだよ、だってヒマジン君帰らやもん、どうせ。ねえ、死んじゃう、うん、これドルペンにダメージ入ってんな、これって。ヒマジン君にダウン取られた。俺も体力も何もしてないのにダウン取られた。ディディ、俺ら全員、はっ、ディディ、人狼、ディディ、人狼。ヒマジン君帰らい、ヒマジン君帰らい。ディディ君帰らい、ディディ君帰らい。ヒマジン君帰らい、すまない、船が。リディ君帰らい、リディ君帰らい。え、マジ、てかドルピン石炭は、ドルピン石炭は持ってる？え、持ってるよ、持ってるよ。あ、ちょ、チキチキレース中です、チキチキレース。ああえ、リディ、何してんの？ああ死ぬ死ぬ死ぬやばいやばいやばい。マジでこれ以上、ならマジで終わる。何が何が飛んでる？え、なんかヒマジン君がダウン取ってきて、なんかいきなり俺の石炭持って帰ったら、ヒマジン先生殺したからね。マックス入れたよ。そうだよ、はい。なんか持って帰、石炭持って帰ってきたら、なんかいきなりダウン取られた。危ね、燃えるもんない、燃えるもん、燃えるもんない、燃えるもん、あるよ。燃えるもん、燃えるもん、入れてるから気にしない。8個入れた、木あるよ。ない。1個ちょうだい、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 1個ちょうだい。船どこにいんの今、ボイラー焚いた。はいよ、ナイス。石炭持ってないよ、俺。運転誰か任していい？運転誰か運転あ、誰も運転してないんだ、これ。ガチ？うん。これしようか？これしようか？なんで運転してないの？なんか誰がやるんだろうと思って。あ、俺か。誰がやんだろうと思って。あ、寒くて死んじゃう、このままだと。いいよ、交代するよ。交代。もう一回ダウンさせるのかと思って。一回ダウンさせてあげるのか。なんかね、もうね、腹ペコだから死ぬ。あ、やばい、それ。今ダウン取られたら、ゼロだから死ぬ。これあれだよ、馬津が多分黒だから飯ないよ。え？ま、じゃあ今、ちょうどあの、陰キャさんのおっしゃるから、これ解体します。あ、確かに。ぶつける。ありあり。肉ハイダードルピン。うん、ハイダー、ぽい。あと2個、2個か。あと4個。あと4個ない。あと4個ない。なので1個ドルピン回生していくか。俺らつけてくれ。俺らのためについてくれ。いや、それならヒマジン君だろ。マズラギじゃない。マズラギいる、マズラギいる。あ、ほんとだ。お、行かけろ。俺足早いからいつか届くかね、絶対。いつか届く。そう、いつか届く。この距離、いつか縮まる。戻ろう、前行けない、前行けない、これ以上は前行けない。ドルピ助けて。オッケー。助けるよーん。は？え、今撃てないんですよ。よし。インゲさんはちなみに西ね。なになに？インゲさんはちなみに西です。あ、マジで？もう勝ちじゃん。でもない、なんかゲームじゃない、ドレハンじゃないよ、これやって。な、何が起きたの？なんかヒマジンさんも死んでたけど。俺はあのワークベンチ使いに行くために前に行ったら、ドルピンがもう後ろからもうひたすら殺しに来る。え、なんか開けて
開けてくれ、開けてくれ、何が起きた、ドルピンしか開けれてない、入られた、はい、鍵ない、鍵1個しかない、やべ、鍵を持ったまま出ちゃってすごく、あら、ドルピン船中にスクラップあるからな、ワンチャン、マジンさん西したかも、うん、あの、ガレー食らってたからワンチャン、あの3対1で負けた、オッケー、ちょっといたずらしてこよう、あ、いいよ、俺一人で行ける、多分と、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、ヒマジンくんだ、あ、違う、ウマヅラくんだ、あ、ドッペル、俺にドッペルしたウマヅラくん、ウマヅラくんが俺にドッペルして、なんか火薬弾投げ入れようとして、え、あ、あ、お、お、何その困惑の声はあ、もう多分4対1だこれ、なんかエンジニアが燃料を集めてきた、オッケー、エンジニアとしての仕事は完璧だね、え、ウマヅラが死んだっしょ、うん、エンジニアが2人になった、それで。魔人くん西じゃねえ？西か。絶対あったら、まあ、うなると。裏で生きてる。うなると、今。呼ばれてたしな。馬ずら今死んだでしょ。トーマス、俺、ドルピン、ベノムで。ドルピンと俺殺されてるから。トーマスかベノムだよ、これ。え、でもベノム結構動かしてんだよな。え、今、え、今、いたくね？帰らい。なんかいた。一発殴られた。マジ死んでんの？え、だから、ヒマジ死んだ。あの、さすがにあれ生き残れないと。傀儡召喚。うん。で、ウマヅラくんも来てたし、てかさ、両方殺したらいいんじゃない、確かに、両方殺そうぜ、そしたらね、ローラーしよう、トーマスくんとベロムくん、いや、殺しいと思うな、これマジでね、これローラーしたら1確実に落ちるから、で、ウマヅラくんももう、まあ、死んでるようなもんだから、ローラーしよう、ローラーしよう、そうすれば俺とドルピン隠しろでかなり動きやすい、俺さ、ヒマジンの死体ないぞ、あ、じゃあヒマさん生きてんのかな、ヒマジンどこ、あ、だったらなおさらベロム一回殺すわね、一回トーマスくんとベノムくん乗らした方がいいかも。やばいやばいやばい、殴られてる。え、ベロム、ベロム逃げてる。やったやったやった。ヒマジンの死体ないよ。え、ヒマジンさんだからあれしょ、なんか逃げてたんじゃない？どこか村とかいいんじゃない？いや、一回トーマスくんとベノムくん乗らして。一旦ベロム殺して。殺そう。うん、隠しろ、隠しろ。船で殺したら。船で殺したら。あ、確かにご飯になるから。おおおお。ご飯になるから。おおおお。やばいやばい。あ、えぐえぐえぐ。トーマスくん、これトーマスくんだ、あ、これ合わせてる、トーマスくんだ、これ助けてー、助けてー、トーマスくん、トーマスくん、トーマスくん、ちょ、トーマスくん、あ、やったやったやった、ナイス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 、おったね、これさ、トーマスに投げに来たから、一旦殺す、一旦殺す、待って、これ今撃たれてるね、やしたけど、気のせい、いや、多分、ウマヅラくんじゃない、それは、やっべ、待って待って待って、やばい、俺これクソサメ、これ待って、ミスタ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 マジでミスタマジでミスタで、これでもう俺とディディ、あ、やばい、俺サブサで死ぬかも、ガチガチな方からガチ、イスライグイグ、あ、死んだ、ごめん、撃たれたんだけど、撃たれた撃たれた、死んだよ、バレてないんだけど俺、あ、ウマヅラいたぞ今、ウマヅラハギ、ちなみにディディ死んだ、これで、あれディディ君は西、何死んだ、え、ディディ君死んでね、銃声聞こえてさ、その後 DD 君いなくなったから、いやでも今トーマス君とベロム君が、え、ちょっと待って、ね、はずねえねえ、鍵さ、鍵壊れてんのにずっと殴ってたんだけど俺、恥ずかしいえー、どうしよう、これ DD 君西かな、で、ヒマジン君も西したでしょ、もうこれ俺しか生きてないってこと、ベロム君かトーマス君、ね、どっちか傀儡だから、俺絶対後ろじゃない、2発撃たれた、あー確かに確かに、あ、じゃあベロー君開けるか、じゃあ今俺傀儡撃たれてましたけど、いやそれは俺らのやつのタゲが向いたんじゃない、多分、なるほどね、うん、え、ディーディー死んだこれ、いや多分西西、え、ディーディーって1回目どこで死んだっけ、あー確かに分かんない、え、ディーディー君生きてんのかな、いるいる、ヒマジン生きてる、ヒマジン生きてるよ、あ、ヒマジン君生きてたの、生きてる生きてる生きてる、あ、ナイスナイス、あ、いやマジでギリギリ耐えた、ギリギリ、あのナイスナイス、いやこれ、トーマス君、いや多分な、ウマヅラいる、ウマヅラいる、敵だ敵だ敵だ、あ、マジでウマヅラいる、ウマヅラいる、殺し行く殺し行く殺し行く、ガチで俺ちなみにガチでしろ、マジで耐えてただけ、オッケー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 、いやもう絶対死んだと思った、傀儡召喚で、いやマジで手切り痛いな、ナイスナイスナイス、あいつさすがに幽霊歩き切ったんじゃね、いやもうどう、ただ9割9割いるいる、前いる、クマナ9割、ウマヅラくん殺し行こう、今トーマスくん牢屋いるから、いるいる、前いる、クマナ9割、あっ、マジで俺白もらった、
え、あ、うん、うん、おいしょー、ワイキュー、はい、10ダメージだ。マジかよ、マジかよ、ナイス。おら、やばい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 、死ね、死ね、やばい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 、死ね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 、だからガチで多分トーマス君、シックロだよ、普通に。クマやるか、ドルピー、ドルピー、あ、てか、馬さんまだ1しか、ドルピードルピー、マジ開けちゃダメ、開けちゃダメ、トーマス君、クロドルピー、クマやるぞ。いや、間に合わないな、これ。いやー、トーマス君、トーマズラ君か。いや、これ無理、無理、多分インキャさんとカッチャン揃うと無理、勝てない。無理だね、これもう不可能だわ。ポカスゲーミング、マジかぜ、こんなん。いや、もう無理ですね、勝てません。よいしょ、ちょ、クマ呼ぶためにこっちで、これ、俺残すから。最大距離になる。ナイス。おい、いやでも間に合わない、間に合わないかな。石炭が足んねえしな。これ行くよ、行くよ。てか行ってないのか、誰も。もう誰も生きてない。え、ディーディーは、ディーディーは何か死んだ。なぜか死んだ。何やってんだあいつは。わからん。待って、位置が悪い。うれっ、あ、無理だ、やべえ。なになになに、え、今のクロなんなの、なんだ今の。うわ、いやー、厳しい試合だったな。何しがつん、これ。あんだけ耐えても負けんのかよ、これ。いやトロール、いや多分ニトロール村だったっていう、とんでもない。カッチャっていつ死んだんだ。しかしカッチャいつ死んだんだ。え、わかんない。そもそもカッチャがいつ死んだのか俺には理解できない。びっくりだわ、普通に。何やってんだ、なんかもう気持ちが、気持ちが読めん。なんか普通に村としての自覚あんのか。いや俺絶対集めるか言ってる。あざっす。いや集めろ言ったきつい。ついドレハンっていうものを分かってない。何やってんだお前。自分の立場をしっかり理解してゲームやってんのか。ドルピンは下手やし、あの船のうち。何やってんのマジ村は。死んじゃった。実際カエル誰なの。いやートーマスかな。トーマスとマズラじゃないかな。果たして死ぬか。さらばさらば。あ、マジか。惜しい。いや、惜しかった。いや、惜しい。待って、お前ら、待って。暇人さん、お前ら、待って。なんか、暇人くん、隠しろってのかな。待って。あれ、え、なんか、誰か、暇人で、殺してるのか。いや、馬面殺してたよ。え、そうだよ、俺、馬面くんぶっ殺したよ、普通に。え、暇人さん、いや、なんか、やっぱ、最初怪しかったんだよな。え、でもなんかさ、船戻ったらなんか誰か隠しろって言ったからさ。え、ちょっと、あ、ドルピンとかなんで死んだの。ドルピン、俺はガシです。これはディーディーに殺された。ディーディーとインケに殺された。俺いつ死んでんの。これはディーディーとインケに殺されましたよ。カッチ、それはカッチャンが悪いじゃんって。村なのにピッケル持ってんのに崖上行かないんだよ。え、だってだって、じゃあこれディーディーがピッケル落とせって言うから、それカッチャンが悪いよ。いや、勝てない、勝てない、無理、勝てないし、これは。じゃあ、当たり前じゃないだって。そうだって、なんか、いろいろかかってたから、なんか、うざいなと思って、落とさんとこうと思って。あ、しまじん回以来は無理だよ、これ。意味がわからん。え、トーマスコーナーでしょ。なんで隠しろになったんだっけ。え、だってあれじゃん、ひまじんさんと俺と、で、あの、回以来撃たれて、俺、ひまじんさんに殺されたんだけど。で、ドルピン等で撃たれて3対1だ。で、なぜかひまじん生きてて、で、それでベノムか、あの、トーマス確定だから、ベノムとトーマスロラしたんだよ。そう、ベノム君とトーマス君ロラして。え、どういう意味よ。
そもそもそれまでに海兵と漁師遠距離が両方いないっていうこれは無理だわ。これ一生やっても一生勝てないって。うるさ。陰キャスだから甘いんだって。だこう。はい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 。GG でーす。GG。